まだまだ優しい、イエスです。もうあの、サムライの剣を抜くような思いで。レディーいいですかはい少しだけよくなりました。Try one more time. もう一度やりましょう。

You take out the sword. そのはい Yes!75%、ね。time 今度はその剣を抜いて振ってください。振ってください。ですから隣の人を切らないように気をつけて。Don't neck strike their 彼らの首を叩かないように。r レディー !This time we must do 100%。今度は100%の力込めてやりますよ。Okay!Hold your stomach in.Then you have the force to release the energy.Ready! はい Ah, very good. とてもよかったです。Okay, remain standing, please. どうぞまだ立っててください。主の前に祈りましょう。私たちの恵み深い素晴らしい神様、今朝私たちは主イエス・キリストの清い皆の故にこの清い場所に来ました。 Thank you for blessing your dear children with good sleep last night, Lord. ああななたたたたたたが私ちちのあなたの愛しししてておられる子供に良き眠りををべ与えてくださいいままことを感謝いたします。Thank you for bringing them to this auditorium this o t morning. そしししてててて今朝この場所にお一人一人人を連れててくださいまま感謝します。Thank you for bringing us to meet with you this morning. そして今朝ああなたにお会いいできまますす。こととをありがとうございます 私たちはこの生きている神様をひよめたいと願っています。Open our hearts。私たちの心を開いてください。Open our ears。私たちの耳を開いてください。Give us an understanding heart。私たちに理解する心を開いてください。Give us a listening ear。私たちに聞く耳をそなえてください。That we may hear what God wants to speak to us for Japan. 日本にあなたが語りたいこと、を私たちは聞き取ります。i n t h e n a m e of our Lord Jesus Christ, we pray.Amen. 主、イ <Amen>. エス・スキリトのによって祈ります。Please be seated.Last どうぞ、お座りください。night, when I went back to my hotel room, 昨夜、私がホテルの部屋に戻りまして、it is always my custom to kneel down and give thanks to God for the wonderful things. He did in the meeting. いつもその主がこのミーティングにおいて素晴らしいことをしてくださった <So S 2> そのことを感謝してひざまずきます。私が主に感謝をし,たして、そして、主の言葉が私のところに来ました。昨夜私がお語りした言葉、そしてその次のステップは何であるか。 We heard the prayers of three Japanese saints last night. 日日 so, when God gives a word for a nation, 主は国々に対してえ if it is a word of blessing, then we want to know okay, how we can do better. それを通しして私たたちはどうしたらもっととよより良くすることができるか If it is a word of correction, それと、叱責の言葉もございます。Oh, そ,その国の欠点というものを、主はお見せになります。そして私たちは、どのように悔い改めるべきかということを知らなければいけません。長い間、日本の教会は寂しく祈っていました。 Even in our individual life, その個々人の生活においてもです。We many times pray そして私たちは間違った方法でお祈りをしていたんです。私たちがもしこう新しい服を一式買いたいと思ったら私たちは洋服のお店に行って、you just buy one size. ただ一つだけの

エクス r ラ extra, extra l ッジエクスエクスエクスサイズみたいなそしてものすごく大きければそしたらもう全体、えー、フロア全体を買いますそ、so well, 皆さんよく分かってますね一つのサイズが全員に合うわけではないんです 皆様がもし靴を買いに行ったら、皆様の足のサイズを測らなければいけません。そして一つのサイズが合うわけではないですね。同じように、You cannot use one kind of prayer for all problems。つ種類の祈りがすべての国々に当てはまるわけではないのです。 ですから私たちは祈りにおいて間違いを犯していた。それと、また他にありがちな間違いとして、ファストイン。problem それぞれのプログラムにおいて、この断食というものも違った方法でなされるべきなんです。one method of prayer, fasting prayer, ある断食の方法がすべてのことに当てはまるわけではないんですね。I wrote a book 私はこういう本を読みました。経験さ、神聖さへの学び、練習という本です。In the book, I list この本では私は8つの方法と言うのでしょうか。信心というものをどのように達することができるかということを書きました。では、最初のステージというものは大体同じですけれども。 でそして、8つのまあ断食に関する違う方法です。ね。So, <for> example, 例えば、えー「あなたのご家族の救いのために祈り、断食したいとしたら、もし、 そのために断食をしたいとしたらば、病のために断食をするのとは違う方法になるはずです。Not the same. 同じじゃないんです。あるいは神様かな知恵をいただきたかったらあなたの神の御心を知りたいんです。おなじじゃないです。 そのための断食の方法というのは他の断食の方法とは全く違うものになるはずなんです私たちが速やかに主から答えをいただけない理由は なぜかというと、間違った祈り方をしているからです。ワンメトロフォーホで祈っているからです。私は、一つのとても良い見本をおし示したいと思います。につのダビデがゴリアテに向かうそういう場面がございます。

So King Saul saw the bravery in this little young man, but he had no armor. So King Saul told him, Now put on my armor. Now King Saul is a very tall man.、ね、May, maybe he was six footer. 180以上あるでしょうか。なので、ダビデはまだ15歳。そういう調子の彼の着ている甲冑を彼に着させよう。私のこう、ローブのような状態です。上半身ののッチがこの首から下に届くぐらいになっちゃいます。

それぞれにおいて適切なサイズの祈りの方法があるんです。今日は、night, me, 昨夜、主の言葉が私に来まして The different kinds of repentance prayers。違った形の悔い改めの祈り。 どのようになさ,るべきなされるべきか。The えー、本当に、主の見声が、えー、確かに聞こえました。今のは7種類のクイアラタメの祈り。今日 kind of、えー、はです、ね、1種類の祈りのクイアラの祈りしか私は知りませんでした。 Whenever you need to repent, 私がクエ、えー、るタメルトキ、私がクエルタメルトキ、私がクエルタメルトキ、私がクエルタに頭を伏せて、そして、主に泣き叫ぶ。でも、ゆうべ、しは私に説明くださったんですが、それが一つの方法ではない。それが一つの方法ではない。7つの違った方法がある。7つの違った方法がある。7つの違った方法がある。 その7つの違った方法は7つの違った状況で行われるべき悔い改めの祈りだ。す。So、それを一つ一つ見てまいりたい,と思います Firstly、最初に最初に最初の悔い改めの祈りは、アイデンティフィケーションの悔い改めの祈りです。Now what does that mean? どういう意味でしょうか それは、えー、他の人のために祈る祈り you、えー、その他の人の問題なんですけれども、あたかも私自身の方に、えー、その責任があるかのようにそのために祈る。例えば。 If I'm going to pray for our dear, are you Pastor or Brother? Uh, pastor. Okay. Yes. For what's your name? Uh, Michio. Michio. Yes. Let's say, for example, I'm going to pray for Pastor Michio. Uh uh, Michio and I'm going to. このアイデンティフィケーションの祈りを彼のためにします。ですからこのように祈るべきじゃないんです。Lord, <よ>私は、道を牧師のために祈ります。That <is> not これは違うんです。どのように祈るべきか主よ私の罪のために祈ります。 I am identifying with him. I take upon me his sins. That's identification repentance. Identification Let me give you a good example from the Bible しし Daniel chapter 9, verses 3 to 19. ダ,ダニエル書の九章 passage, s. <S その中にダニエルの祈っている祈りがあります。Now, 一つどう,どうぞ注意していただきたいんですが、ダニエルは非常にこう正しい義人でありました。非常に正しいその手に汚れではなく正しい人でした。

ここで、えー、まあ祈りそして断食というものをダニエルは行っていますそして彼がそれをどのようにしているかということもわかります四 <verse> 節に行きましょう And I prayed to the Lord my God and made confession and said O Lord great and awesome God who keeps His covenant and mercy with those who love Him and with those who keep His commandments 私は私の神、主に祈り告白した。ああ、私の主、大いなる恐るべき神。あなたを愛し、あなたの命令を守る者には、契約を守って、恵みを下さる方。Now look at verse 5.5、えー、説をどうぞご覧ください。We have sinned and committed iniquity.We have done wickedly and rebelled even by departing from your precepts and your judgments. 私たちは罪ある者で不義をなし。 悪を行って逆らい、あなたの命令と定めから外れました。このダニエル、預言者ダニエルは、えー、正しい人です。 この時、イスラエルは、バビロン保守の目にあっていました。彼は、イスラエルのために祈ってるんです。どのように祈ったかご覧ください。Mm. Seen, 私たちは罪あるもので、不義をなし。 私たちは悪を行って、逆らいました。私たちはあなたの命令と定めから外れました。たたれしたこれはとても良い見本である、identification ィィ。私た者のことを自分のようにして、祈る、祈りです。 他の人の問題、罪を自分の告白として祈っているわけですね。ですから他者の罪を自分の肩に、えー、背負っているわけです。 そしてその取りなしの祈りはあたかも自分自身の問題であるかのように祈っています。 これがこの悔い改めは自分自身の救いがなくなるかのように必死で乗っているわけです。Another good example can be found in the prayer of Nehemiah:「他の identification の命ィィは Nehemiah に発見することができます。Nehemiah chapter one, 1, 1 verses four to 1> 4 to 11:4節から7節。Nehemiah もこの時、バビロンにいますね。 こののババビビロロンン国の全部がバビロンにいいたわけではないです、ね、しかしながら正しい人々がバビロン・保守で捕らえられていました。ネヘミヤがその。エズラもそうです。 エゼ,エ, was there. エゼキエルもそうです。ダニ, was there. ダニエルもそうです。一つのことを思い起こしてください。不義の正しくないものが国を治めるとき、the righteous people suffer. 正しい人が苦しみます。この神様がその国に訪れるとき、 The righteous people also suffer. その苦しみを通して正しい人も苦しまねばなりません。ですから、基人が苦しまないために、少なくとも基人のために、正しい人々のために、私たちはりなしの祈りを捧げるべきです。Supposed you all are righteous. 私は皆様、ここにおられる方々は基人であるというふうに思います。 So, if a nation goes into captivity, so the whole righteous will also go into captivity.、えー、so, if you don't want to go into captivity, so we need to pray in identification. 私たちはこの identification ィィ、他者のことを自分のことであるかのように祈る祈りをする必要があります。 国の罪をご自分の肩に、背負ってくださいそれが預言者の祈り方ですたれが聖書の中で書かれています Now, このようなアイデンティフィケーションの祈りがどうして力強いかの身ののの そういうふうに神様はそれを道を牧師の祈りのように見ます。なぜかというと、道を牧師は正しい人であるということを神様は知っているからです。そして彼が祈っている祈りそして神様、私の罪を許してください。私は邪悪なものです。神様は考えます。

えなぜそれなのに彼は自分のことを邪悪だって告白しているのか。神様は道を牧師のところに近く来まして、そして彼の手を彼の肩に置きまして、そして彼が一体どういう思いで祈っているのかを聞きます。<only> that, それだけでなく、彼の心を主はご覧になります。そしてなぜ彼がそう祈りをしているのかを発見します。 その心は本当に完全にこの日本のための重荷でとなっているからです。So、prayer, 私そのようにこの identification ィィの祈りをするとき、God, その義人の祈りのゆえに、その良きことをその祈の祈りのの祈りののの

何かを身代わりにする。この人の代わりに別の人。な、can do this? Who can do this? これを一体誰ができるでしょうか正しい人、そしてその悔い改める人とその罪深い人。 もし罪ありであるならば裁かれるべきです。でも正しい人がその人のために立っている。Say, そして正しい人が死を私が裁かれるべきです。Me, 私を裁いてください。私はこの人の身代わりとなります。

神様がイスラエルに対してとても怒っていた時、神様は国全体をもう滅ぼしたいと願っていた Moses, そして、予言者申セに、私はあなたから新しい世代を起こす。この言者モセがそれを聞いた

<Their> names. なぜかというとこの人たちはあなたは滅ぼすというから私は彼のために今ここに立ちます。<my> 私の名前を消し去ってください。「s o a r n n 身代わりのクリアラめです。」。「誰かの前にこう立ち」「そして彼にはどうぞ触れないでください」。「touch me」 I am the guilty. So you stand in substitution. The greatest example of this is the Lord Jesus Christ. In Luke chapter 23, verse 34. Luke 23, 34. ルカによる福音書の23章34節で、主は十字架にかかっていますけれどもそして、この自分を迫害する者のためにこう祈ります父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。聖書を私たちに語ります。 That the Lord Jesus Christ became a ransom Jesus Lord for sin us. 主は私たちの罪のための身代わりとなられた。Matthew chapter 20, verse 28.Mark 28 chapter 10, verse 45.Mark の10、45節。2 Corinthians chapter 5, verse 21.Dai ニコリントの5小21節。 この3つの聖句は言っています。彼、罪罪を知ららなない方がが私たたた。たちのためににとなられれイエス・スキリストが十字架にかかわれた時 私たちがその十字架にかかっているべきだったんです。You were supposed to be on the cross。あなたが十字架にかかっているべきだったんです。I was supposed to be on the c 私が十字架にかかっているべきだったんです。日本が十字架にかかっているべきだったんです。でも私たちの代わりに。 The Lord Jesus Christ became a ransom and he h a n g e on the cross.He became the substitute lamb. s u b s t i とな t e lamb.In the Old Testament, when the priest makes an atonement, the priest must put his hand on a ゴーく。え <Go> この贖いの日に、ですねののヤに、の頭に、手を置きましてそしてこのイスラエル全体の罪はあなのヤギの頭に、置かれる死に、あな the のヤギはなたの死と放たのるに、あのヤギの死に、あたの死のた そのやらの子をさまよって、飢え死にするか、他の動物に殺されるまで、そのヤギはさまようことになります。そのことは二つのことを意味しています。 この祭司が頭の上に手を置くとき、この全イスラエルの罪はこのヤギの上に置かれた。そのヤギが荒野に放たれると、それは神様がその罪を遠くへと放って、イスラエルから話している。 ですからこのヤギはスケープゴート、身代わりのヤギとなっているわけですね。In the same manner, 同じように、主イエス・キリストは私たちの身代わりとなられました。And hanging on the cross, 十字架にかかられ、He prayed that prayer, そして彼は祈ります。父よ彼らをお許しください。 彼らは何をしているのか分からずにいるのです。substitutionary repentance。この身代わりのクイアラため。このヨブの中にももう一つの見本を見ることができます。Job <chapter> 42, ヨブの42章。17九 9, 7から9節。

オー、えー・バリライチス・フレンこの彼の三、まあ、人の、えー、友人に話します。During the one year of the trial of my servant Job、えー、この一度、えー、の、えー、ずっと長い苦しみの間、you did not sympathize him. えー、あなたたちは友であるのに、ヨぶに対して同情しなかった。あなたはヨぶに共感することをしなかった。<criticize> むしろヨぶを批判した。<accuse> あなたはヨぶを責めた。 よぶ,ぶのこと、そことしなかっ。そこ、so, the からあなたがたにゃ罪がある。ですからあなた方たにゃ罪がある。はなたがにゃ罪がある。私はあなた方に対して大変怒っている。ですからヨぶの友人たちはまあ恐れたわけです、ね。え、一つのことを思いこしたからです。こしたからです。え、こんなギ人であるヨぶが、え、こんなに大きな問題にあたったとしたら。 そんな風に神様から直接非難される、自分たちは一体何が起きるだろうか。So、彼らの心は罠泣きました。そして神様は彼らの心を見られ、<was> 彼らの心が罠泣き。でも神様はその時、直接、呼ぶの友人たちを祝福することはなさいませんでした。 なぜなら罪の問題があるからです。So、God told him, ですから神様はおっしゃいました。私のののにに頼みなななななささいがあああたたたた方方身わりとししてめ祈るらはれます <Job> did. そして、そう言われた通りに、ヨグはいたします。彼は自分の友人たちのために身代わりの祈りを捧げます。So ですから身代わりの祈りというのは友人のため、国のため、あなたがその身代わりとなって祈る祈りです。そのためには条件があります。こ条件があります。このこれは誰でもその身代わりの祈りをできるわけではありません。い must be a righteous person、偽人でなければそれをすることはできません。

<With> God. この身代わりの祈りというのは神の友である人がする祈りです。私は神のしもべを知っています。彼はある牧師の奥様のためにお祈りしていました。そして、その奥様が死にかけている。She had to

もう自分のことのように祈るわけです、ね。そしてイエスキリストが来られて、イエスキリストがと隣に座って、彼の祈りを聞きます。Him, そして主がおっしゃいました、<you> ask, あなたがそう願うから、このことをあなたのためにするよ。私はその彼女のためにするんじゃない。

私は自分自身のために祈るのでなく今、私自身のために祈ります。 そう祈っているんですけど、実は他の人のため。でもそれを私のためにというふうに祈ります。So、me, 結果として、その頂い,いた神様からの祝福がその私たちが取り出している人に与えられるわけです。これが身代わりの悔い改めです。これは、 自分勝手、自分中心のという要素が全くないものです。あなたは全く、えー、心でそのことを祈ります。あなたの祈りは愛とその人への同情によって祈っています。Your heart must be full of あなたの心は自己中心の思いが全くない状態でなければいけません。So、say, you, そうするならば神様があなただからその祈りを聞くよとそうしんです。それは「substitutionary prayer <three, S 1>」。3: The kingly repentance。

未開発 nations have a false notion that the westerners are all from American countries. a、ええ oh, sorry, sorry, <laughs> not American countries, Christian countries. 東洋の、えー、まあ発展途上の国はですね、えー、ある程度こういう考え方があると思うんですけれども、まあ西洋はみんな、えー、キリスト教国であると、なんとなくそういうイメージがあります。

多くのアジアの国々はそういう考え方があります、ね。それは西洋の神様でしょう。西洋の国はみんなキリスト教国だから。私も昔はそういう考えでした。 アメリカ全体は神の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 神 s t の a の神 a 神の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 の神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 のの神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 の I s t の神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  n t の神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 のの神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  とても驚き、ショックを隠せません。彼らは東洋の人よりも最も経験とは程遠い人々であるということがわかります。私は一つのことを見つけました。この世界にキリスト教国なるものは存在しない。 西洋の国々はキリスト教国ではない。So, a king for そして王が悔い改めの祈りを捧げます。So no、world, キリスト教国というのがこの世界にはありません。 So、God sees everybody as ですから神様はすべての人を未信者とみなすわけです。So、if the case, そして王が those who are in authority, そのようなえー、まあ高い位にある人あ king or a prime minister or those who are in higher authority they pray a repentance prayer

ですから、ギナルオガイルナラ、Minister, あ、るいは正しい総理大臣がいるなら or a righteous President, あ、るいは正しい大統領がいるなら彼らは国のために悔い改めて神様の前に立つわけですあ、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  そのシですとか、クですとか、ケですとか、そういうそれぞれのリーダーが。一つの良い見本を示したいと思います。2 Chronicles chapter 34: 第2レツオーキの32章、Yosiah。ヨシア王が出てきます。Josiah was eight years old when he became king of Judah. 彼は王になった時に8歳でした。You know, time, その時、時代、イスラエルの国は2つに分かれていました。北王国、イスラエル、南王国、ユダ。

彼が最初にしたことは国を正しい方向へと定めるということです。Now, icles, 第二歴代史のの章をどうぞお開きくださいその 全体を読むとどのように王が悔い改めたかということが知ることができます。Eh, ただ今日は一節だけ、eh, 読みたいと思います。<Verse> 27,、eh, 27 inhabitants あなたがこの場所とその住民について神の言葉を聞いたときあなたは心を痛めて神の前にヘり下り私の前にヘり下って自分の衣を引き裂き私の前で泣いたので私もまたあなたの願いを聞き入れる主の言葉 この章にはですね、どのようにこの王的な祈りというのをするべきかが書かれています。今日における王というのはまあ総理大臣ですとか大統領に当たるでしょう。<First> ly, 最初に王の心は神の前に正しくあらねばなりません。 Look at このヨシアをどうぞご覧ください。ここののの聖書ににによれば、ああなたははは、心心心を痛めめててととります。す。そそそ柔らかかで、ででし神様前速や悔いい改るる、がきうう彼 の心は固くなっているものではありませんでした。彼の心は大変こう繊細に、できていていこの精霊ををを少しししでも悲まませるるることがあるならばそそれをすぐににに敏感に感じていいうう心持った第番目にこの王の態度をどうぞご覧ください。 So, number two, the king must be a humble person.2 番目に、おはヘリクダルモノでなければいけない。He must walk in humility.3 <third> 番目に、look at the last part: says, he tore his clothes and wept before God. ここで王は祈りに満ちた人であるということがわかります。彼は断食をしてて祈っています。So、today, to ですでから、この王 の王的な祈りのための3番目の条件といたしまして断食をし、そして祈り深い、そういう人でなければならない。Of of この王の役目にある人がこの3つの条件を満たすなら、最後のところにある人は、「God heard the prayer」。 この最後の聖句の最後の部分が言っているように、主,主はその祈りを聞かれる。神様はその王の声を聞くのです。 神はその総理大臣の声を聞くのです。神様はその大統領の声を聞くのです。そしてその王的な祈りのゆえに神様はその国全体を祝福されるのです。王の悔い改めもまたこうです。 うう A king puts his nation right before God and seeks God with all his heart. That's what King Josiah did. When he ascended the throne, the first thing he did was destroy all the idol worshipping people. In Israel. イスラエルにおけるすべての偶像を破壊します。なぜかというと、イスラエルは本当の生きている神様に捧げられている国だからです。Into Israel. そして、しかしながら、偽の預言者たち、また、バールの預言者たちがそういう他の神々をイスラエルに持ち込んでいたわけです。 彼はその役目を成して、ヨシアは全ての偶像をこぼします。See, この王のすることは、right、ことは、神様の前に国全体を正しい方向へと定めたんです。このような行動は、王的な悔い改めです。 そして神様この王の心をご覧になられます。そして、ヨシアがしたことですが、これを全体を34章全体を読む必要があります。 彼が心全体でもって、全身でもって神を追い求めた、そのことを知ることができます。何か神様から見声を聞きたいときは ヨシアはいつも預言者のもとに使わします。S <S 神様の御心は何であるか、それを聞き取ろうといたします。そして神様は預言者を通していつも王に語るべきことを語ります。You know, right、今、このアメリカで、これは良い見本として、アメリカで実際今起こっていることです。 アメリ今の時に素晴らしい神の人がいらっしゃいます。このアメリカの大統領は自分の周りを神の人である牧師たちによって囲,、ま、囲んでいます。 1ヶ月に一度、この牧師たちが一緒に集まって、大統領と共に祈ります。And he receives from them. そして、えー、神様の神聖なアドバイスというものをその牧師たちを通してもらいます。それが実際、旧約で行われていたことですね。この預言者は神様からそのアドバイスを。

Nations in Africa えー、アフリカの国のことですけれども、whose presidents and prime ministers are very godly Christians,、えーえー、especially this nation called Zambia.、えー、特に Zambia という国がそうです。The president of 新たに申請したクリスチャンであります。たちクリスチャンでありま彼が言ったことをちょっとクリちチャンでありまん。お分かちしクリスチャません。お前たちとクリスチャンません。お前たちはクリスチャンでありませ前たちはクリスチでありません。お前たちはクリステレビでありません。お前たちはクリスチャンありません。おはその手を天にであり 彼は祈りました。God, 神様、Zambia をあなたに捧げます。それがその大統領のしたことなんですね。Right, <righteous> president. これがギナルギジンです。今度は邪悪な人の例を申し上げましょう。

そんな小さな国で、島で、そんな大きな破壊が起きたということ。なぜその破壊な起きたか大ことです。ティのち大統領が言ったことをご存知です。たちは大事なことです。お前た大事なことです。お前た彼は大を挙げてです。お前た I は e d i c a t e h a た t i to Satan 私はこのヘイティをサタンに捧げる。What the president did. 彼がこの,この大統領が言ったことです。Oo magic. このヘイティはブー武道の神に捧げられました。彼は実際そのことを口ではっきりと私はこの国をサタンに捧げると言いました。 そ、so, so, サタンがしたことをご覧ください。<nation> 国は、破壊されました。今、この国は世界で最も貧しい国となっています。あななたがご自分の家族や、えー、国をサタンに捧げるなら、

私たちはクリスチャンですから、私たちはクリスチャンです私たちはクリスチャンですから、はクリスチンこれをあめえこれをあめんと言います。So, はい、あめんはい、n t h で、<laughs> the another good example of a kingly repentance、えこの王的な祈りのもう一つの良い見本を示します。王の生涯にそれを見ることができます Second Kings chapter、18. 3 6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  3こ3 6 3 6 3 6 3 6 3の3 6 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 3 4 4 4 National 国の悔い改めという意味。なお、e れが日本語でしょこの国の悔い改めという意味ではどういうことでしょうか それは国の全体が悔い改めて神に立ち返るということであります The whole city turns to God. あるいは市が市をアげて全体が神に立ち返るということであります The whole village turns to God. あるいは村の全体が神様のミオに立ち返るということでありますお、エから、そのグループの全体がカミのミオトニタチから、そのグループの全体がの That is called national repentance. これを第4番目の悔い改めの形として、えー、国の悔い改めと申します。I'll give you two examples from t First example First Kings chapter 18,、えー、18 verses 17 to 40.17節から40節 There you will read God sends the prophet Elijah ここで神様は、えー、預言者エリアを、えー、邪悪な王、えー、アハブの前に